そういえば昨日、気を失ったお前を見つけた後、あいつは何にも疑わずに治療してくれて、ガンダルバー村まで運んでくれたのも、ティナリだったんだよな。けど、やっぱりあいつのことはちょっと気に入らないぜ。だってあいつは道中、オイラをずーっと非難するような目で見てたんだ。ああ、ごめん。それは師匠が悪かったかも。あの時パイモンが、どうしよう、こいつ死ぬのかーってわめき続けてたから、どんなに眺めても無駄で、師匠怒っちゃって。おい、お前、笑うな。お前のことは心配してたんじゃないか。おい、なんでこれ今で。ムカつく。ふん、お前たちの頭を鳥の巣にしてやるぜ。私に触んな。これ、その、ごめん、オイラそんなつもりじゃ。は、私は今、いや、そうじゃない、そうじゃないんだ。これどうしたんだ、大丈夫？